せーの、こんにちは、たまきです。こんにちは、めおとです。はい、今日は後ろで写真撮りたいと思って蹴ったから挨拶しなくていい、挨拶しなくて。こんにちは。失礼しました。はい、はい、ついにこの日が来てしまいました。いい髪型着てほしいなと思って。あんま僕短すぎるのに似合わない。襟は切るよ。襟は切るよ。一回試しに。カオキの人姿で人気なんて安ないんですか。そうなんですよね。やなんだよ。そうですよね。そこがやっぱ一番のネックポイントなんですよ。そんな顔しないでください。残すのか。まあ、置いといて。まあ、残すんですか、前。前は、こうして、こうするか、こうするか。いいって。いや、わかんないです。斉藤さん通りの、なんか、メンチカップっぽい感じがいい。ちょっと長い感じです。かっこいい。メンチカンっぽい感じにするの。またすぐ会ってすぐ切りたい。今回はメンチカンが好きな女の子がいるんですか。いいですね。メンチカンがかっこいいなって最近思ったの。かなってブーって聞こえますよね。いやこれあれですね、面白コマなしてまして、面白コマなしてして、村田のテンションお願いします。ポーズなで。ちょっと、ウーバーイーツしていいですか。はい、ぐらいでこう。あ、そうですね。お土産はそうですね、これぐらいで、まあ、この辺はワインやってワインしてる。全然切らへんやん。なんで切ってるの。確かにうまい具合に乗せられて。よいしょよいしょって切る言ってなかったんだけど。そうやって。どうせこくらいでしょ。そうですね。切られすぎるっていうのがないですか。一番そうは言ってもな、そうは言っても切らないから。そうなんですよね。これを普通に見せて、あ、わかりますかって。だから見てんのかな。はぁってなりますね。シーン以外できるの。いや、正直怖いです。あ、ウルフなんかな、かっこいいなってなってますよね。なんでですかね。ウルフってかっこいい。ウルフって魔法ですよね。はいはい、いざ寝ます。今日よく、あれよく横だけ1ヶ月かけてちょっと、パーツごとに完成するごとに、もう長さまた完成。あれ切った、あれ切った。前髪は、前髪はあのそれこそ上げて短すぎちゃいますかね。前髪下ろすのめっちゃ久しぶりですよ。そうだね、言うてもそんなに短くない。あ、ありがとうございます。おお、もうちょい行けるか。もうちょい行こうか。もうちょい、あと3センチぐらい。あれちょびですか。あ、びっくりしたわ。そうすごいいいですね。なんだかんだこんなちゃんと盛るんですけど時間かかりますね。なんかどうですか。いや、めっちゃいいですね。懐かしいですね。懐かしいね。何食べようかな今日。なんかバッシーカッパスですよ。カッパスとかタイトルチーって何食べてますか。僕サーモンめっちゃ食べてます。もうシーナ君もサーモンって言ってます。シーナ君って多分生だから無理だよ、顔的に。多分あの顔絶対卵食べれる。絶対多分卵しか食べませんみたいな。卵がハンバーグみたいな。イベリコみたいな。絶対卵なんか食べれないな。焼いてないと無理とか。今にそうですね。何が一番好き。豚です。うん、豚ってこと。え、あれじゃないですか、頼んでイベリコ豚とか食わない。ハンバーグとか。ハンバーグとか。ミートボール軍艦。ミートボール軍艦。本当は無理でしょ。生とかやってないでしょ。そのによるとやつは。ハンと、マグロくらい。ハンを食べれる。へぇ、アジは。あ、絶対長いです。
いやー、損してますね。え、ちょっとランキングしてる。ちょっとね、長さは残して、キュッてしたいんでしょ、どうせ。そうですね。キルリッターの感じが欲しくて、クリルタン。いつものやつで。サーモン見たのね、じゃあ。お願いします。いくらも添えておきます。カウントに。でも確かにこう、やっぱ周りスッキリすると襟足長く見えますね。スッキリしたら秋葉とかちょっと楽しい。あ、確かに秋葉は結構ガチで行きたいですね。ね、それかよね。メイドカフェも行きたい。そうですね。メイドカフェ行きたい。先輩かご主人様か、はい、お兄ちゃん言われたくない。言われたいです。お兄ちゃん、うん、お兄ちゃんいいです。お兄様がいいです。お兄様がいいです。ちょっと後期じゃない。なんだ妹よで、多分あいついます。そうですね。はい。メイドカフェ行ったことある？いや、メイドカフェはないです。あの時代は行ってないの？あの当時の。あ、伝説の時ですか？伝説の当時の。あの時まだちょっとあの、年齢的に多分ダメだったんですよね。あとその財産もなく、あっちはその二次元にしか興味なかった。3次元。あの子は二次元だったんだ。あの頃の友樹は。あ、そうです、そうです。あの頃の友樹は、あの、二次元にハマってた。二次元でなんか、アニメーターとフィギュア予約して。何当時の友樹は何がありますかね。あれです、インフィニットストラトス。インフィニットストラトス。それだろ、さっきの。シャーンって。もう、なんだっけな、ホーキってキャラだったかな。ホーキ。こんな感じにしていたんです。面白い。面白いですよね。なんかね。あ、そうです、そうです、そうです。しますか。あ、お願いします。スニングですね。スニングです。あ、おお。あ、いいですね。いいですね。いいです。シザーハンズですか。シザーハンズ見たことないんだよ。一番おし、なんか最初の目覚め。ああ。目覚めキャラ。目覚めみたいな。ああ、キングダムハーツの回。わかんないですけど。いや、何でかな。キングダムハーツ。そう。キングダムハーツは何か。ボロボロのなんだ。コンビニの袋みたいな。バービーズキングダムハーツは何年待ってますね。ババンで、大きくなってアニメとコンビニを書いて無料のレモン、あーと、サゲのファイス、あーかわいいと、コールギャルのキングダムハーツについて、あー、なるほど、と思います。王様ランキングはあれですかね、あのヒーリングですね。でもそれこそスズニアハルヒの朝日の日わかんねえ、ハルヒがいいんだよ。あ、本当ですか。グラスだっけ。あ、それは違う。それはあれだよ、ヒグラス。ヒグラスだ。ニグリです。あ、そう、ニグリ。え、全然違うじゃないですか。可愛くないですか。あ、そう、大人バージョンにもなるんです、確か。これまあそうですね、でもこれも可愛いんですよ。あれやってました、お、ラブプラス。ラブプラスはやってない。ラブプラスの誰の、僕は同級生が好きでした。プラスの同級生。あ、これです、これです、これです。あ、これ高校見たら可愛いね。これ高校見たら可愛いですよ。トリコになっちゃう。いただきます。いただきます。わーい、ナイス。斉藤さんに忘れました。ハハハハハ。皆さん、これがトモキのポスターです。いや、違います、これ動画バージョンです。あれ、あれ、あれ、めっちゃおもろい。そうですね、メイド喫茶行きたいですね。どういう時期行きたいですか。いや、めちゃめちゃちゃんとコンセプトしっかりしてるとかですかね。なんか、本当になんかバイトみたいな名前ですよね。なんかプロがいい、すごいですよね。プロがいてほしい。何々はしたくない。なんか一緒に呪文唱える系が、いや確かに、ちょっと下調べしておかないとですね。お客さんで多いんですよ。めっちゃおすすめ聞くんだけど。どこが多いですか。秋葉のアトホームカフェもいいって言ってた。一回最初のサイトにと、あ、そこを巡りに行きますよ。謎ですよ。どういうあれで行ったって感じよね。うん、ってみるかみたいな。あっちもびっくりしました。お客さんを一等サイトさんしかいなくて。難しいな。あっち側とかも本当に。秋葉2回くらい行ったことない。あ、本当ですか。あんま行ったことないんだよね。いや、それから工場とか秋葉行ったらうるさいんじゃないですか。でも、あれだよね、客引きしてるメイドさんに言ってたの。いや、話しかけますね。 LINE 教えてもらっていいですか。あ、すいません、あ、怖いっすね。どうやってるんですか。行っちゃおうか、行っちゃおうか。何す
作るんですかって言ってる。いや、キモいの気持ち悪いですね。ちょっと待ってください。最近なんかでも変わってきましたね。嘘。なんか、なんですかね、きつめな感じの。っていう子を Tinder で出せる。いや、それあれです、あの、それ公平です。公平ですね、Tinder は。上に報告させてもらう。お願いします。ゆゆしき、ゆゆしき自体は。いや、これはもう Tinder っていうスタッフがいるっていうのは、これはゆゆしき、ゆゆしき自体見過ごせないです。見過ごせない、ほんとに誠に遺憾です。何この、ポン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 誠に遺憾です。最近僕が毎日言って YouTuber いるんですけど、それ言うんですよ、誠にいかんです。え、何言ってんの。バキバキ撮って。めっちゃ毎日見る。最近見てもらって結構進撃しかない。私も進撃。今日何の話ですか。だっけ今日ブレブレですね。こんな本で。いや、めっちゃいいです。そんな本なんで絶対良くないですか。仕上がってきましたね。仕上がってたね。いや、そうなんですよね。ありがとうございます。後ろは気になるでしょ。え、ちょっと気になります。どうなってるんだろう、僕の後ろって。あーですね、いいですね、残ってますね。ありがとうございます。こんな感じですね。ありがとうございます。ウェイトは高すぎず、じゃあ、ただちょっと行政っぽいことするか。え、テリリリン、テリリン、テリリン。懐かしいな。はい、見えるかな。あんまりこの長さがあるんで、この長さが、この長さがあるから、あんまりこれが上すぎるスタイルもあるんですけど、あんまりこうクラゲちゃんっぽくなりたくない人とかは、ウエイトを若干下げてあげるといいかなって。はい、感想、感想。いやー、これでちょっとまた新しい100人100はもう多分とか言って、置いといて。 いいですね、なんか懐かしい感じに。はい、はい、じゃあ一旦これで